元町が一番ぶち上げます。今見てる顔とお祭りの顔は多分違う。おー、ね、分かんない。みんなで協力し合ってやるので、はい、大成功になります。いいとこどり。なっちゃんです。なおっちです。1516です。1516、はい、2、何やんだっけ。知ってる。なっちゃん屋台祭り。こんにちは。今日はですね、屋台の掃除それと、夜の提灯つけるための提灯をセット、それをやろうと思ってますよ。いいとこどり。成功を願って。つけるというか、はい、帯のところに、はい、新しい試みです。意味合いってのは、お守り、お守りとカポつけ。いいとこどり。鈴木です。鈴木さん、よろしくお願いします。木札、木札、そう。通常は、うん、お守りの代わりに、拡張のその作ったものを。身につけてあのお祭りに参加するんですけど、今回は、まあ、初めてなんですけど、ね、屋台祭り実行委員会として、年番町の木札を作ろうということで、実行委員会から依頼されて今回これ作りました。あれ なっちゃんかけとどんな風になったって。いいです、私はなっちゃんだよ。お祭りのそんな神聖なものか。いや差し上げられないんですけど、よっ、こんな形で、猫はお囃子。ぶっつけっていうのがやっぱり一番見どころがあると思いますので、ぜひ、まあ、夜金道路でやるのが一番のメインですけども、それ以外にも昼間もあちこちでぶっつけを山頂だったり、4丁だったりとかやったりしますので、昼間からぜひ見に来ていただいて、できれば夜の金道路でのぶっつけを、間近で見ていただいて、なんつうでしょう、お囃子のほんと共演が、もう体がこう、なんつうでしょう、こう自分も高揚するし、あそこにいないと感じられない、ことがありますので、ぜひ会場に来ていただいて、見ていただけたらなと思います。そうね、初めて味わいましたけど、すごいから。いいとこどり。4月15、16の大田原屋台祭りにみんな来てね。今年は本当に暑くなりますよ、さらにね。はい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 。